生だからだね。もう一個頼んじゃいましたよ。行ってみようか。なあ、やっぱハラミはこういうさ、どう？うん、うまっ。いい天気だな今日はね。またまた上尾に来ておりましてね、おたふくここだよね。おたふく多分やってると思うんだよね、うん、確か年中無休っぽい感じだった、雰囲気的に。今日はおたふくではなくて上尾ホルモンに行こうと思います。なんかそこの正面になんかできたとこ、できるとこ言ってたよ。なんかできた、うん、なんだっけ、何屋さん、なんとかさんって中華料理屋さん。それはもうことの発端だね。俺はまだ電気もついてないもん。やってるわけがない、まだ40分になってないんだから、うん、いや何でもね改装したそうなんで行ってみようと思います。したら、上タン塩一つと上タン塩、はい、あと上ハラミが二つ、上ハラミを二つ、はい、であと今言ってたカンジャンケジャン一つと、あとあと、はい、おいくみち一つ、おいきみち、はい、あ二つ、おいきみちを二つ、はい、あと白いライス、小ライス、ライス、はい、2つ、あと粉で入れたボトルと炭酸2本と、はい、あと氷と、あと瓶ビール1本とグラス2個。瓶ビールは、はい、朝日とさんは、まあ、朝日で朝、はい、はい、であと僕が店がね、世の中ありますからね。飲みやすい。とかあるんやってんだ。どっからどうぞ。いいんだよ、手でバリバリ食う。ただあのカニを、カニの身を潰してチュー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 するんですよ、ちっちゃい子供が。どうなの、うまい、うまい。俺は野菜から食おう。これ中もこうやって食う、チューチュー吸うの、ズワイガニみたいに。こうやって行きますよ。うまいじゃん。すごいすごい、ハラミを生で出すなんてないですよ。ローストビーフみたいなの、うん、全部開けちゃっていいんじゃない、
今度それで撮ってもらって行こうかな。どうだ。うん。そして言うほど汚いですけど、このルーシーを。で食べる。甘い。甘い。今までそんな食べてねえだろう。そう、自分で二切れ食べていい。俺二切れ食べる。俺が最後なんだ。生だからだね。だからこれで一杯食っちゃったんですよね。飯をもう一個頼んじゃいましたよ。行ってみようか。いや、やっぱハラミはこういうさ、サク切りのこうサクッとしたの食いたいね。どう？うん、うまっ。ないよ。だって食べるか食べないか分かんないですよ。さばくことのものじゃないよ、あんなの。うん、うまっ。いや、食べましたけどね。やっぱりあのお休みの時に焼肉屋さんに来る場合は、やっぱりあの事前に仕込みがあるものに対して踏ん張ってたから取っちゃった。頼むのがいいかなと思いました。美味しかったです。いやー、いい風だ。マッサージ行きたいけどね。え？何が？エロスだろそれ。いや、普通のマッサージ来てん。まあそんなとこでね、ごちそうさまでした。ありがとうございます。